こんにちは、学びズムの矢沢です。本日はですね、現代文の参考書を徹底比較していこうというようなテーマでですね、お話ししていきます。よろしくお願いします。はい。この動画もですね、長編にわたって現代文の参考書をね、それぞれ紹介していく動画になってるんですが、ちょっとね、ラインナップ先に言っちゃいましょうか。まず一つ目、高校現代文を一つ一つ分かりやすく、現代文基礎問題成功、現代文アクセス基本編、発展編、全レベル問題集の次第標準編、現代文ポラリス1、最強の現代文開発講座、全レベル問題集の次第上位、現代文ポラリスの2、現代文のアクセス完成編、現代文と格闘する言葉は力だ、現代文キーワード読解漢字マスター1800という風な形になってます。この動画のね、前後でおそらく柳生先生とのビブリアのですね、動画が出てるはずなんですが、ちょっとねスケジュール的に今回ここで紹介することができませんでした。申し訳ございません。ビブリアに関してはその柳生先生とのね動画を見ていただければという風に思います。それじゃあね、今ラインナップ全部言いましたけど、それでですね、ちょっとまずレベル間で分けていきます。はい。まずですね、日東駒線三金交流のレベル、マーチカンカン同率のレベル、総計レベル、漢字キーワードというような形で分けていきます。はい。それではですね、まず日東駒線三金交流未満ですね、そこから言っていきたいと思うんですが、日東駒線三金交流未満って何かというと、そもそも現代文めっちゃ苦手。だね、現代文苦手って自分で判断しにくいことなんやと思うな。自分で勉強していった自分が周りと比べて現代文できてないんだっていう風に認識して、現代文苦手なんだってやっぱり思う子が多くて、受験勉強を始める前って勉強しても点数なんて上がるもんじゃないだろうっていう風にね、思ったりしてですね、本を読んでなくても現代文が特に苦手意識がないみたいな子も多いかなという風に思うんで、ここ非常に難しいところではあるんですが、僕たちがやっぱり見ると現代文得意な子苦手な子ってやっぱはっきりしてるんですよね。でその中でもう特に苦手な子、本当に一からやらないといけないなっていう子、そういう子におすすめなのが、高校現代文を一つ一つ分かりやすくです。この参考書もね、実はめちゃくちゃ名著で、他のね勉強法の YouTuber の方で紹介してる方いらっしゃったこと見たことないんで、ね、うちが最初かなっていうふうに思うんですけど、これねおそらく英語の参考書でいう肘先生の読解のための英文法みたいな立ち位置の参考書です。これ1冊目は僕非常におすすめだな。高校の偏差値60から65までぐらいの子で現代文苦手っていう認識がもうできている子だったら、この参考書から入っていいかなっていうふうに思います。まずですね、収録問題数紹介しておきます。はい。全4章で65テーマあります。で、第1章が評論読解で、第2章が解放プロセスなんですけど、3、4章はですね、やらなくていいんで、この言ったら大学入試って評論文の問題がほとんどなんで、なのでですね、この一つ一つ分かりやすくをやる場合ですね、第1章と第2章でもう 3,4 章はもうやらなくていいかなというふうに思います。もうね、長い文章で演習しましょうという感じではなくてですね、現代文ってこういう科目で、こういうことを意識して読んでいくと文章が正確に読んでいけるようになるんだよっていうね、本当に基礎のキーから教えてくれる、参考書でございます。おすすめです。ではですね、日東駒線三金交流の、未満のレベルはですね、もうこの1冊しかおすすめする参考書がありません。他に選択肢はなくて、これ一択の状況かなというふうに思います。はい。ではですね、続いて日東駒線三金交流のレベルに、行きたいと思います。はい。日東駒線三金交流のレベルはですね、この5つをですね紹介します。現代文基礎問題成功、アクセスの基本発展、全レベル問題集の次第標準、現代文ポラリスの1をこれ並列でね並べてるんですけど、収録問題数としてはですね、基礎問題成功が24題、アクセスの基本編が16題、発展編が16題、全レベル問題集の次第標準が12題、現代文のポラリスが13題ということで、基礎問題成功に問題数としては軍配が上がっています。じゃあですね、基礎問題成功の紹介からしていきたいんですが、基礎問題成功はですね、現代文あるあるで、現代文の参考書って、2個絶対に僕はおすすめする参考書なんだったら2個絶対、包括しておかないといけない部分があると思っていて、1つは本文の解説が丁寧、そして2つ目が設問の解説が丁寧、この2つなんですよね。で、現代文の参考書で問題数多かったらどっちか外れてることが多いんですよ。本文がちゃんと解説されてないか、設問の解説がさっぱりしてるとか、そんなんがあるんですけど、基礎問題成功は、どっちもですね解説が丁寧で、おすすめ。この24題ちゃんと自分で独学でも紹介していけるような、並びになってるというか、そのレイアウトになってるし、分量としてもそうなってるかなというふうに思います。はい。それでは続いてね、アクセスの基本編、発展編、この2冊ね一緒にやっていきましょうか。そもそもアクセスって、基本編、発展編、
完成編っていう形で3つのレベルに分かれてます。で、2等駒戦3金交流ぐらいのレベルだったら、基礎編と発展編のこの2つのレベルをやっていきたいなっていうふうに思いますね。で、なんでこのアクセスをお勧めするかっていうと、基礎問題成功と一緒でですね、本文の回数が丁寧っていうのと、やっぱ問題の回数が丁寧っていう2つが挙げられます。あとはですね、やっぱり現代文ってその昔ですね、10年から15年前ぐらいにやっぱり流派がめちゃくちゃ分かれたんですよね。その出口先生派とか船口先生派とか、その現代文の先生の方っていろいろ分岐してですね、このルートで行くんだったらもうその教えをずっと守った演習書使わないといけないみたいなのがあったんですけど、やっぱそこでですね、基礎問題成功であったりアクセスっていうのはやっぱり癖がないというか、どの先生に習っていたどんな受験生であっても包括的に対応できるような参考書かなっていうふうに思って、アクセスも基礎問題成功もそういう癖がないので、どんな受験生にもおすすめできる参考書かなというふうに思います。はい、続いてですね、全レベル問題集の次第標準編ということなんですが、これもですね、同じこと言っちゃうけど、基礎問題成功アクセス基本編と一緒で、やっぱり癖がない参考書で、どんな受験生にもおすすめできる参考書かなというふうに思います。それなんだったらね、次第標準編全レベル問題集は12題しか入ってないんで、アクセスは16題ということで、アクセスをおすすめするかなというような感じなんですが、ただやっぱりその全レベル問題集にもいいところはあって、いいなと思うのはやっぱり文構造の解説、文構造の把握の仕方っていうのが詳細に書かれているところが、特にその現代文が苦手な受験生にとってはありがたいのかなというふうに思います。なんで現代文の基礎問題成功であったりアクセスの基本編発展編、全レベル問題集の次第標準編っていうのは全てですね、その癖がない、参考書になってますので、自分が、パッと見てみてレイアウトが自分の中でその読み込みやすいなとか好きだなっていうふうに思うものと、その問題数の兼ね合いとかを見て、自分で選んでいただければというふうに思います。次第標準レベルはですね、2等駒戦3金交流の過去問から引っ張ってきているようなレベルになってるんで、そこら辺をね、志望する子にはおすすめかなというふうに思います。はい、それではね、2コマ3金交流レベルで、最後のおすすめの参考書ですが、現代文ポラリスの1ですね。2はマーチ、カンカン同率レベルに置いておくとして、2コマ3金交流のレベルだったらポラリスの1っていうのは非常にいい参考書だなっていうふうに思います。もうこれもね、柳生先生とコラボして動画撮ったんですけど、やっぱりね、ポラリスってそもそも古文でも英語でもそうなんだけど、そうコンセプトとして大学受験でよく取り扱われるテーマを収録しましょうというコンセプトで、作られてるのよね。なんでこの類の文章を参考書で見たやつだっていう風に本番思えるので、特にですね、品質のテーマを出題してくるような大学だったら、これは非常におすすめかなという風に思います。あとはですね、ポラリスでいいなと思うのは、その全文構文の解釈がついてるというところがいいですよね。そこまでやってくれてる参考書って多くはないので、そういうところでもその丁寧さっていうのが非常に見受けられる参考書かなという風に思います。はい、それではですね、続いてマーチカンカン同率レベルですね。はい、マーチカンカン同率レベルのラインナップが、最強の現代文船口先生のやつですね。で、現代文読解力の開発講座、全レベル別問題集の次第上位編と、現代文ポラリスの2というふうな形になってます。収録問題数を、言っておくと、最強の現代文が15題、開発講座が10題、全レベル問題集が12題、ポラリス12題という形になってます。はい、じゃあ1冊目のね、最強の現代文の紹介からいくんですけど、最強の現代文ね、めちゃくちゃ解説が丁寧なんで、これね、2等駒戦3金交流レベルの項でもおすすめしたいからこっちに入れるか迷ったんですけど、マーチカンカン同率志望の項で1冊目にやるのがいいかなっていう風なところで、一応こっちに入れさせてもらってます。2ステップに分かれてるというか、最初に正しい読み方であったり正しい解き方、現代文ってそもそも、正しい読み方正しい解き方でやれば満点が取れるんだよっていう、思想の中でですね、それをまず鍛錬して、それを、最後の10代で演習していくっていうような作りになってるんで、やっぱりそのとりあえず現代文の勉強を始めるときに、その演習とりあえずやりまくって点数が伸びると思ってる受験生も結構ね、少なからずいる中で、しっかりとその読み方解き方っていうのを前に持ってきて、それをじゃあこの文章を使って演習してみましょう、ほらあそこで言ったこれこういうところで使うんだよ、あそこで言ったこれこういうところで使うんだよっていうような構成になってるんで、めちゃくちゃ勉強しやすいおすすめの参考書でございます。はい、続いてですね、開発講座ですね。この参考書も救われた受験生めちゃくちゃおる。ね、一番最後の方にも出てくるですね、現代文キーワード読解と、この開発講座に関しては、あまたの受験生を救ってきた、参考書じゃないかなというふうに、思います。まずね、ごまかしがないんですよね。これね、参考書の具体名を出すとですね、角が立つので言いませんけれども、現代文って受験生にすごいと思わせようと思ったら魔法のように解けるでしょっていうのを解説できちゃう科目なんですよ。
こことここ着目したらほらこれ答えになるに決まってんじゃん、受験生からしたらおーすげーみたいな、それが起こっちゃうんですよね。でたくさん、そういう参考書を見てきました。でもちろん売れるんですよ、売れるんですけど、現場サイド、僕たちがこうやって参考書をお勧めして、じゃあこれを、やるっていう風なので点数が伸びてるか伸びてないかっていうのを判断する、場合ですね、やっぱりおーすげーってなってることなんかよりちゃんと点数が伸びてることが、非常に大事で、そういう意味で現代文のその開発講座に関しては、一切ごまかしがない、なんか魔法のように現代文解けるんだよっていう解説が一切ない、っていうところが僕は非常に好きな、そのごまかさない、という思想でですね、やってくれてるな、まあ、当たり前なんだけどそうじゃない参考書もある中で、現代文の開発講座っていうのは、非常に僕の中ではおすすめする参考書の一冊でございます。はい、あとはですね、レベル感的に全レベル問題集の次第上位と現代文のポラリス2なんですけど、まあ、これの紹介はですね、先ほどのニットコマ線3期交流レベルでもしましたので、一応レイアウトとかね、問題数とかほぼ変わらずに、まあ、内容としては同じなので、レベル感が違うだけ、というところで説明は割愛させていただきます。ではですね、続いて総計レベル、となってます。総計レベルでおすすめがですね、現代文のアクセス完成編、と現代文と格闘する、この2冊を入れておきました。現代文のアクセス完成編に関しては、マーチカンカン同率レベルだったらちょっと難しすぎるかなというような感じで、一応ですね、総計レベルに入れさせていただいております。問題数がですね16題、現代文と格闘するが問題数が13題というふうになっております。はい、現代文のアクセスの紹介からいくんですけど、このアクセスの完成編はですね、基本編発展編と比べてですね一気に難易度が上がるなというような、感じがしてます。なので、マーチカンカン同率レベルに入れずに総計レベルに入れてるわけなんですけど、そこだけ注意してですね、総計レベルの希望してる子はですね使っていただければというふうに思います。はい、続いてですね、現代文と格闘するですね、現代文と格闘する、これはですね、めちゃくちゃおすすめの参考書の一冊なんですけど、やる人を選ぶなっていうような感じです。現代文の、その読解力の開発講座もそうだし、現代文と格闘するもそうだし、現代文キーワードとか後で説明するけどね、はですね、僕がなんでおすすめするかって、テクニック論に走らないんですよね。そもそも書いてある、文章をちゃんと読み取れれば正当に行き着くよねっていう、その現代文ってさ、一番最初に、この文章を読んで後の問いに答えよって書かれてるわけじゃない、絶対に、っていうのは 1,2,3,4,5 っていう選択肢を作る中で、本文に書いてないことは×ってできるのって、その前提条件があるからなんだよね。でその中で本文に書かれてることを、ただ問われてることを選ぶだけっていう、それだけの科目なわけですよ、現代文。それだけの科目なんだけど、ただそれが難しいよね。で僕も現代文苦手でしたから非常にその気持ちわかるんですけど、その中で文章にこう書かれてるよねっていうのが、例えばこれ以外の、その現代文の格闘する以外の参考書だったらこう書かれてるんですっていうような説明なんですよ。ただ現代文の格闘するはこうと、こうでこうでこうだからこう書いてるというふうに、自分で読み取れるよねっていう、その前段階の部分がめちゃくちゃ詳しいんですよね。なんで重たいです。さっぱりされてない。もう言ったらもうめちゃくちゃリズメな参考書なんで、現代文という科目の中でも特にリズメのね、参考書になるんで、使う人選びます。そもそも現代文苦手な子は読めません。はい、なんですけど読めたらめちゃくちゃ成績伸びます。はい、であとはですね、要約ができる子に限るかなというふうに思います。とりあえず問題ささっとやって解説読んでっていうような使い方したら本当に死ぬ参考書なんで、そうじゃなくて文章を読み込んで読み込んで、こういうこと書かれてたよねっていうふうに、要約をしていくように使っていくわけなんですけど、その労力をかけれる時間がある、その力がある子じゃないと、使えないんで、そこだけは、注意してほしいなというふうに思います。はい、ラストですね、漢字キーワードというところで、ここで紹介するのが言葉は力だ、現代文キーワード読解漢字マスター1800で、まあ、最近ね、出た柳生先生のビブリアとかがここに入ってきたかったところなんですけど、僕としてはですね、言葉は力だ漢字マスター1800ビブリア、だが一グループ、ごめんなさいね、ビブリア細かく紹介できないんですけど、これが、一グループで、現代文キーワード読解だけ僕別で考えてます。はい、まあ、言葉は力だも別でもいいのかな、 3つに分けてもいいのかなっていうふうに思うんだけど、まずですね、現代文キーワード読解は一番最後に持っていくとして、言葉は力だは、現代文の重要キーワードを、さっぱり覚えていきましょうっていうような参考書です。で漢字マスター1800は漢字覚えていきましょうっていう現代文の単語帳みたいなものです。でビブリアも、現代文の単語帳みたいなものです。
で、ただ漢字マスターと比べたら、僕はビブリアの方が絶対漢字覚えやすいと思うし、現代文の重要なキーワードも入ってるんで、キーワードも覚えちゃえるっていう二毛作ができる参考書なんで、漢字覚えるかつ意味も覚える、しかも、まあ、英単語も書かれてるんだけど英単語も、覚えていっちゃえるっていう意味で、僕はここを並べるんだったらビブリア一強かなっていうふうに思います。で、ただ結構語彙量が多いのでもっと少なくしてさっぱり覚えていきたいんだったら言葉を力で覚えていったらいいっていうところがあるかなっていう感じね。まずここまで、はい。で、ちなみに収録語彙数を言っておくと、言葉は力だが、1章読解語25、2章がテーマ語5テーマ、3章が重要語132語、第4章が重要語236語となります。漢字マスター1800は、1800語で収録されているということで、で、まあここまでは OK。 で、現代文キーワード読解だけちょっと別の参考書なんよね。これマジでタイトルが正直ね、めっちゃ僕現代文キーワード読解が現代文の参考書の中で一番好きよ。僕が無人島に持っていく参考書、第1位現代文キーワード読解なんで、それぐらいちょっとごめんな、これだけ熱く語らせてほしいんだけど、現代文キーワード読解ってマジで英文読解入門基本はここだぐらいタイトル悪いと思って、怒られるかもしれへんけど、英語の英文読解入門基本はここだもん、西教授先生が書かれてるもんだけど、西先生からしたら入門かもしれないけど、単漢同率マーチ総計レベルを目指すような子であれは入門じゃないからタイトル悪いと思うんですね。現代文キーワード読解もキーワードじゃないねん、これ。現代文キーワード読解、キーワード覚えていく参考書ちゃうねん。じゃなくて、これは精読するための参考書なんですよ、現代文キーワード読解って。まあ言うたら単語としては200語ぐらい載ってるんだけど、それを覚えていくっていうのは、まあもちろんね、もちろんそれよりもいいところが、右側にめちゃめちゃ少ない文章でそれに要約が書かれてる。このページが他の参考書でこれしかないのよ。何が起こってるかって、よく、まあ、これ10年前15年前から今もまだ続いてると思うんだけど、やっぱりそのね、この動画の中盤でも言ったかな、現代文ってその流派があるわけ。何先生のこの教え方の流派、何先生のこの教え方の流派で、現代文が教えるのが上手い先生って、その小手先のテクニックを教えるのが上手かったりするのよ、カリスマ先生ってね。で、今ちょうどそうだな、僕今32歳なんだけど、20代とか30代半ばぐらいまでの先生だったら、そこに対してそのアンチだと思ってるのね。言うたらもうこれで全部現代文解けるんだっていう、そのカリスマ先生の、指導方針は、いやそれで全部解かれへんこともあるやんっていうような方が、20代から35ぐらいまでの現代文の予備校講師で多いかなっていうふうに思うんだけど、そういう人たちって小手先のテクニックはもちろん あるんだけど、そんなことよりも正確に読んで正確に解こうぜっていうようなスタンスだと思うのね。うん。の中で現代文キーワード読解は、現代文のキーワードを覚えていく単語帳ではなくて、短い文章を正確に読んでいけてるかどうかをなんと独学で確認できる参考書なんだよね。本来だったら本当に文章が読めてるかどうかって、要約したものを先生に見てもらったり、予備校の先生に見てもらって、自分が思ってる文章の読み方、まとめ方ってこれで合ってますかっていうラリーを、すると思うねん。で、ここの悪い部分だけ残って、学校の先生とかでなんか要約やれみたいなね、方がいらっしゃるんだけど、それは本当に意味ないと思ってるんだけど、でも自分が意味を感じるというか、そのごまかさない読み方をしないといけないなっていう思想がちゃんと分かってて、そのために要約がめちゃくちゃ力がつくなっていうのが、分かってる子に関しては、現代文キーワード読解が自力で要約してその確認までできるっていう最強の現代文の要約の参考書だと思ってるんで、キーワード読解っていうタイトル詐欺、じゃなくて、僕は正確に読むために要約が独学でできる、最高の参考書だと思ってるんで、この現代文キーワード読解はおすすめです。ただ一冊目では絶対使われへん、なんでカンカン同率マーチ志望で、現代文の勉強ある程度した、でも全然点数上がってない、秋ぐらいにっていうタイミングで処方したら、めちゃくちゃ効いてくる参考書なんで、これは僕の中では全参考書の中で、これが1位、と言っても過言ではない参考書かなというふうに思います。ちょっと替えがね、見つからないというか、ようこのレイアウトで出そう思ったなというような参考書でございます。めちゃくちゃ長なってもうたこの一冊だけで、はい。ということでですね、いろいろ参考書紹介させていただきました。まあ、こんだけ紹介したらね、自分が持ってる悩みがこれで、それを解決するためにはこの参考書がいいんじゃないかみたいなところどっか見つかったかなというふうに思います。まあ、見つかってくれたら嬉しいなというような形でございます。はい。それでは今回の動画はここまでにしましょう。ありがとうございました。無料受験相談で解決できる3つのこと。何をしたらいいかわからない。君にぴったりの参考書を提案。効率的な勉強法がわからない。正しい勉強法を伝授。このままで受かるか不安。一緒に分析をして問題点を明確に。無料受験相談の申し込みは概要欄からどうぞ。